祉であるピットクルー1名のみが入ることができます。風向きの入場はできません。あとスターティングリッドでの無線、これは外しておいてください。お願いします。サイティングラック、今回は5分です。ブルーフラッグ、コントロールライト10コーナーの2箇所で出します。コース整備の方は必要があれば行います。その場合は放送でお知らせします。コースの下に役に立つ下がって、進行の妨げにならないようによろしくお願いします。今回マスガード賞が出ております。 IB クラスヒート1の1位から3位、ジュニアクラスの1位から6位、希望の方はレースを医務室に型取りに行ってください。こちらからは以上ですが、何か質問がある方内容でしたら、レースアドバイザーからあとレースについて説明を。おはようございます。アドバイザーのアスタです。よろしくお願いします。去年から言ってることと同じなんですけれども、イエローフラッグの、ことは皆さん、分かってると思いますけれども、なんだろう、転んでる人のためにも自分のためにも、守るようにしてください。今ちょっとね、事故とかよく続いてるんで、イエローフラッグ無視してね、ちゃんと持って転倒者を、傷つけるようなことは絶対しないようにしてください。それとまあコースアウトした際に、基本的にはコースアウトしたところから安全に、入るようにしてください。でジャンプの、まあ、2コーナー終わってからの右側とこのでかいジャンプかな、そこのところは途中から入らないで先から入るようにしてください。そこはイエローテープ、イエローテープになってるかな、コーステープで入れないようになってますので、そこからは入らないようにしてください。あ、それでですね、皆さん、コースに入る際必ずリストバンドするようにしてください。ライダーだか、メカニックだか観客だか、ちょっとこちらで、判断するの大変なんで、必ずリストバンドするようにしてください。レストランとのお呼び出しを申し上げます。長戸健一選手、長戸健一選手、大会事務局までお越しくださいませ。繰り返します。長戸健一選手、長戸健一選手、大会事務局までお越しくださいませ。チームの中で守って安全なレース、危険なレースにならないように、意識高めてやっていけたらなと思います。特に前戦、去年言ったんですけど、やっぱり公式練習1周目はスタッフの位置、気圧のフラッグの位置をちょっと確認という意味でも、コースの確認の意味でもちょっと助行をしてほしいなと思います。それ徹底してやってほしいな。こんだけ言っててもやっぱりマーシャル煽ってというか、なられて1周目すごい動けている、その辺だけちょっと注意してもらえればいいかなと、いい攻めかなと思います。いいレースにしていきましょう。私もよろしくお願いします。それとですね、この HSR、一周はものすごく長いです。でオフィシャルの数がちょっと少ないというか、オフィシャルとオフィシャルの間が結構空いてます。それで、選手と振動、すごい長い区間で出ると思うんですけれども、一応、次のポストまで、転倒者がいるところで、振動、次のポストで静止なんですけれども、すごい長いです。でそこで、まあ、毎回、抜いたいのかないっていうことがありますんで、まあ、静止のところから皆さんしっかりと徐行するようによろしくお願いします。はい、何かご質問等ないですかね。はい、それでは、デビスの選手会の方から、はい、お願いします。おはようございます。レディース選手会からのお知らせなんですけれども、この後デビスが皆さんの右手の方にありますので、そちらでレディースの選手で
国際人気の選手、はい、それでは以上で、ブリーフィングを終了いたします。皆さん頑張ってください。
アイロンのジャージ用のアイロンです。